藤川との関係性とところ距離感近くして、はいはい、ボールを前進させたいのかなと思いますよね、はい、さあ両チームの選手たちが姿を見せ始めております。まあ、どのようにこう使いながらこう攻撃のところでこう強さを出していけるか見ていきたいですよね、はい。まあ、こう横並びにしましたけども藤川が少し落ちながらこうグランダーも含めてこうしっかり前進させたいって意図はあるかなと思いますよね。なるほど。まあ、今日はしっかり決め切りたいですね、うん。2024明治安田の J1 リーグ第9節アビスパ福岡対ジュビロ磐田です。前半のキックオフ、左にエンドを取るのがホームの福岡、右にエンドを取るのがアウェーの磐田です。さあここは湯沢が奥から入ってきていますが、松岡拾った、松岡、まあ本当にシュートへの積極性随所に見せていますが、今松岡左足目まぐるしいこの辺り攻防ですが、また奪ったのは磐田ということになります。さあ藤川浮き玉ジャーメイン、ただ井上これ拾った、ここまでグラッサー上がってきている、そして松本だ、リカルド・グラッサーもエリアの中まで入ってきている、そして奥からジャーメイン、これが今シーズンのジャーメインの決定力、アウェーのジュビロ磐田が先制。そうそう多くないチャンス、一発で仕留めましたジャーメインです。やっぱ縦に速いってところはやっぱ今日目指したところと思いますし、やっぱここ入った瞬間にやっぱセカンドボールこれ拾えたってところと、まあ、前もいますがザヘディ、うん、というシュートになりました。で今前半終了の笛です。ジャーメインの先制ゴール0対1という展開で前半を終えています。平川とも少し握手を交わしていました本野です。2024明治安田 J1 リーグ第9節アビスパ福岡対ジュビロ磐田、戻す藤原、チックには自信がある、飛び込んだ村上、平川ただ押し込んだ、またジャーメインです。今日2本目ジャーメインの2ゴール、いやこの決定力は今シーズンのまさにジャーメインといった感じ。んこれ岩崎振り向きざまのシュート、いやいいですね、うん、ペナルティボックス内でやっぱシュート打てたっていうのは良かったと思いますけども、はい、まあ、ノーステップだったのでもうこう自分でこうもう一個運びながらだともうより強いシュートを打ってるのかなと思うんですけども、まあ、こういうふうにやっぱ攻撃的にいかなければいけないときにやっぱ彼がウィングバックやると、その岩崎からのボール、ウェリントンこの辺り競り勝ってくれる、そしてザヘディ打てるかどうか、ザヘディの決定力も凄まじいものがあります。それを証明、1点返したアビスパ福岡。さあこれで空気は一気に分かりません、ザヘディです。2試合連発、もう監督の起用がズバリでしたね。はい、いやザヘディもやはり決めきる力、まず岩崎ですよね。そうですね、まあ、岩崎をウィングバックに使ったってところと、で岩崎も多分これ中にウェリン相当持ってますよね。わっとこれはちょっともったいない形で岩田を失った。さあザヘディだ、ザヘディそのまま入ってくる、ザヘディかわして、ザヘディまたまたザヘディ、これほどまでに結果を出す選手がいたのかというくらいザヘディ、まさにゴールの貴公子ザヘディです。相手のミスとはいえ、はい、さすがですね。一度エリア内で切り返して左足からのザヘディ、今度からのボールと田代そらして、あっと井上は少し空振り気味になった、ただ松岡まだ田代を折り返す、ザヘディ、いやまたしてもザヒーでしたが、今度は、ね、今荒木雄介主審も時計に目をやりました。でここで試合終了の笛です。2対2、2点リードのジュビロ磐田。